皆さんおはようございます。2022年12月1日、衆議院議員の原口和弘です。朝のご挨拶 A です。これですね、ポストコロナの社会学へということで、私の本郷時代の恩師である、庄司幸吉先生が送ってきてくださいました。私は学生時代に、学科は心理学科でしたけども、社会学と 心理学法学この3つの単位を取らせてもらいました東京大学っていうのはまい、あ、たな大学でですね贅沢とっていうか今じゃ海外では当たり前になったんですけども一つの専門だけをずっとそこにですねあのやるだけのではなくていくつか選択してそれを取ることができる大学なんですね えー、理科系と、まあ、日本でいうと文化系両方をあの学んだわけですでその中でも私が尊敬してやまない先生が庄司吉先先生生日高六郎先生ですでその先生からご本を頂い,いて直接お礼に上がりたいと思うんですが、えー、なかなかあの インターネットでアクセスしても先生から返事が来ないんで、直接ですね、あの、アクセスしないといかんな,なと思っています。で、その中でお同じこの社会学科の宮台先生、宮台真司さんですね、が暴漢に襲われるという衝撃的な事件が起きました。もうひたすら語弊を 祈ってます。神保さんが付き添ってくださったということで、えー。命に別状はないということですけど、かなり長い手術4時間っておっしゃってましたかね。あの、本当にご語弊を祈ります。宮台先生のあの、いろんな論文を読んだり、えー、お話を聞くと本当にあの優れた社会学者としてですね。まあ、尊敬をしてきたわけです。ちょうど。 え、同時代に本郷に行っているんですね。で、私は一年浪人してるんで、おそらく一個下になると思います。で、宮台さんの上が、あの、立憲民主党の杉尾さんですね。まあ、不思議なご縁ですね。杉尾さん、本当に私があの、積極財政、日本の未来を作る勉強会でもですね、とても頼りにしてる議員の一人です。 えー、どうぞあのー、宮台先生もうほにその大学でですね大学教授が暴漢に刃物で襲われるなんていう話はあってはならんですね。でこのあらゆる暴力との戦いをずっと続けていくということで、まあ、この「父を平和」に書いた通りのことをですねあのー 皆さんに今日もお話をしたいと思います。今日は全体介護、去年の12月に立ち上げて、それからその後準備会をして、8月にこれですね、長崎で P3 プラス3、これあの、犬塚さん、そして我が党の私と、それから、これはあの、 まえっと、増渕さんですね、れいわ新選組の、あとあのちょうどコロナで来られませんでしたけども、えー、安倍智子さん、近藤昭一さんですね、それからこれ、山田勝彦さんですね、えー、それであの韓国側の方々、アメリカ側の方々とですね、P3+3、えー、北東アジア、 非核兵器地帯構想、北東アジア非核兵器地帯条約国際議員連盟というものを立ち上げたわけですね。まあ、その時、韓国からも、あの、たくさんの議員がこうやって来てくださってですね、あの、お話をさせていただきました。えー、今回、バンコクでも私、非、え、核、ー、の傘について、えー、20カ国の皆さんに、えー 核廃絶を訴えてきたんですが、その中でも共同コミュニケを朝鮮半島の比較化ということで出したときに、この、あこれ、ムン先生ですね、それから梅林先生、私たちどれだけあの、この皆さんに、まあ、まさに世界の希望の光だと思います。今まさに世界的な危機ですね。第三次世界大戦。 核による脅し、もうその世界を一刻も早く抜けなきゃいけないのに、むしろ逆にそれが顕在化しているという状況ですね。これ、本、本さんですね。韓国の共に民主党の、あの、まさにリーダーですね。で、この本さんが、 あの韓国側の代表世話人として、で、日本側が私が代表世話人としてずっとやってきたわけですね。で、今回のバンコクでの APF のコミュニケーが成功したのもですね、この同じ本さんって名前の,あの国会議員さんが韓国から来られてましたけどもこ、のこの本さんについてお話をしたらですね、ま、あ 満面の笑みを浮かべられていやそれはそうですかということでお話をあのやってきました。さ、えー e、さんんもここうやって来てて来くれてくれてます、ねこれは e、さんですねでこうやって私たちがこう世界にネットワークを広げてこれはアメリカからあの核廃絶に有名な教授ですね参加していただいたしそれから、えー、これ 私が尊敬する、まあ、鳩山内閣、まあ、民主党の内閣で最も民主党らしい内閣、鳩山内閣だと私は自負してますが、鳩山元総理からもあのメッセージをいただきました。で、今日、それの2回目を国会の中でですね、やります。で、何を議題とするかというとですね、もういよいよ条約化ができていて、 えこの条約案をもって、国会議員の署名を集めると。で、その原案を今日議論をいたします。これですね。パーラメンタリアンス・フォース・スリープラス・スリー。いうことですね。これ国際議員連盟。これ犬塚さん。立憲民主党の佐賀県連の副代表で、元参議院議員ですね。 犬塚さんは本当にもう素晴らしい方で、まあ、奥さんパートナーのイブリンさんフランスの議員さんですねでこのナチスドイツと戦ったまさにこのファシズムとの戦いお父様お母様がレジスタンスでいらっしゃったっていうのは前もご紹介しましたけども核廃絶を先頭に立ってやっていきたい。 と思ってます、まあこれその日の8月8日の長崎の風景ですね被爆者と語ろうって隠された被爆者のことをずっとあの皆さんに訴えてきましたこんな感じでですね。それで。 あのー、もう一つ、あのー、サンクスさんへの手紙ということで、松下幸之助さんの言葉さすってやんなはれということで、えー、実際に、あの、立憲が緊縮に舵を切ったかというと、それは切ってはないんですよ。だって5%、それからインボイスの法律はもう出したままですし、<coughs> 出した法律を引っ込めるなんてことは、 やらないし、共同提出ですからね。そんなことはやりません。で、長さんが、今は平時だと思ってるんですかっておっしゃいましたけども、あの、聞かれてますが、平時なんて思ってません。とんでもない危機だと思って、日本が追い込まれてるっていうのは、すごく思います。いや、世界そのものが、大変な危機にあると思ってるわけです。だから今、世界を回ってるし、 今月も、この後、えー、状況が許せばですけど、韓国に行って、韓国の皆さんと議論をした上で、署名をお願いをし、そして、その足でアメリカに飛びます。えー、もう、足も動かないのにって、あの、家族からは止められますけども、もうそんなこと言ってられません。あの、 皆さんがね、私が立憲を割って、新たな政党を立ち上げてくれという、その思いはよくわかります。だけど、今日、そのサンクさんへの手紙でお話をしたのは、ちょうどこの平和っていう本の中で、水島博子さんがと一緒にですね、 これ、ロンゲラップ島のあれですね、隠された被爆者。これ、高橋博子さんと一緒に今追っかけてるところですけども、ですね、水島博子さんと一緒にですね、どうすれば相手の行動を、行動変容をもたらすことができるかというと、恐れでは家も 国も守りきれないということですね。それで、その、恐れに取りつかれてしまうと、どんなに立派な防衛をしても不十分だと、常識的な範囲の人類愛とか、 信頼感とか、そういう愛の要求でバランスを取らないと家には住めませんって言ってるわけですね。で、国の防衛も同じことだと。で、この時水島さんが私に強調してたのは、もうこの時水島さん議員じゃなかったんですけども、一緒に児童虐待防止法を作った時のことでした。 児童虐待防止法はもうほえー、祖父江さんというですね、愛知の NPO ネットワーク、キャプナーっていうんですが、もう亡くなってしまいました。小さい人たちをより強く守りたいと、何回も何回も勉強会をやってですね、法改正をするしかない、いや、法律を新たに作るしかないっていうことでできたのが児童虐待防止法でした。今からもう20年以上前になると思います。で、 その時に、水島さんと私は同じ民主党の議員だったわけですけど、私が人権担当の時だったと思います。ネクスト大臣でですね。で、その時に苦労したのは、全くの無理解と言っていい、いや、もっと無知と言っていいような、その、当時の多数党の一部の方々の強固な反対でした。 そんな児童虐待防止法なんか作ったら、しつけなんかできるかと。体罰も必要なんだと。いう人が、まあ今だともうちょっと、ありえないでしょっていうぐらいのことなんですけども、あの、おられたんですね。でも、話にならんと、思いました。でも、話にならんで、 終わるわけにはいかない。話に並んで、あの、あなた方は無知で人権意識もないから、引っ込んどいてくださいっつ言ったら余計に怒って、あの、もう話がぐちゃぐちゃになっていくわけですね。で、私たちは、その方々が何を恐れておられるかっていうことを一つ一つ解いていきました。まあ、これは、水島さんに言わせると、アティチュードナルヒーリング。 愛のアプローチなんですね。で、切り捨てるのは簡単なんですけど、正直、あの自民党の中でさえ、あの、前安藤さんや、それから木内さん、西田さん、西田さんなんか代表質問までこの間してますね。それでもあんな答弁ですよ。立憲民主党の中にも、確かに今、この間のあの、 国葬儀ぐらいからですね、急激にその、緊縮ののろしが上がってきました。昨日も、在勤の部門会議を私、リモートで、今コロナがまた増えてきたんで、一部リモートになってるんですね、リモートで聞いてましたけども、もうとてもじゃない、あの、順番が違うよなと思うもの、ような、 あの議論があるんですねでじゃあその人たちに「あなた方考え方違うからもうよそ言っといてください」と言ったらこれ機能的財政論はあと10年も多分できないと思います消費税をなくすことももっとできないほら見ろと分裂してるだけじゃないかと。今曲がりなりなにもその 野党、昨日も一部の人たちが、あの、また自民党的なことも、擁護的なことも言ってましたけども、しかし、まとまってるからここまで来たんですね。で、これ、この間長崎の子供たちの平和の人間の鎖ですね。私も皆さんの前で祈りと、それから、 挨拶をさせていたただきましたでもやっぱりこういうことの積み重ねでしか変わっていかないと思うんですよ。もちろんこう言ってますが動く時にはちゃんと動きますから。あのー 頑張ってやっててやいいきたいと思います今日またあのー、バンコクでの APPF の成果とそれから日日本 EU 議員会議ここでも核廃絶について私、えー、これはあの12人の EU 議員でしたけどももちろん日本側からもたくさんの議員が加わってましたけどお話をさせていただきましたこれ長崎の 今年の8月9日の空ですね。こんな綺麗な空です。この空からあのいまいましいものが落ちてきたなんて、落とされたなんていうのはもう本当信じがたいですよね。世界を平和にしていきたいと思います。それじゃあ皆さん、どうぞ、良い一日を、笑って幸せ来るよ、ご機嫌よう、